どうも、ウズです。今回はスマートバンド、シャオミのスマートバンド7 Pro が発表されたので、今回こちらのレビュー動画をねやりたいと思います。まあここ2週間ほどつけたまま生活していたんですが、まあ実際その使ってみたバッテリーの持ちとかね、あとは使い勝手の面を、まあ私が使った範囲でお伝えできればと思いまして、やっていきますのでよろしくお願いします。ちなみにパッケージはこんな感じです。はい、これがシャオミのねスマートバンドのパッケージ。はい、でこちらがそのスマートバンドなんですけれども、サイズが非常にコンパクトなんですけど、ディスプレイはなかなか大きめになってまして、ディスプレイサイズに関しては 1.64 インチだそうです。このサイズで、でこうやってバンドのディスプレイの種類もね簡単に変えることができるんですけれども、画面はなかなか大きくて見やすいものになっております。視野角もね広くていい感じですね。斜めから見てもすごいよく見える、ディスプレイとなってます。で、ディスプレイ自体はアモレッドですね。有機 EL ディスプレイになってますので、屋外で日中に確認しても視認性はかなり良いものになってましたので、先日これでね、ロードバイク乗ってきたんですけど、なかなかね、いい形で表示は見ることができました。で、もちろん、スマホの方のアプリとも連動してますので、いろんなデータが確認できるんですけれども、このスマートウォッチで得た情報ですね、データが取れるんですけれども、まあ、その中には心拍数ですね、こういった形で心拍数を把握したり、あとは睡眠か、睡眠結構私確認するんですけど、睡眠をどれぐらいしっかり取れてるのか、レム睡眠とかね、そういったものもしっかりと確認できたりするので、まあ、何時間寝てますとかね、で週単位とか月単位っていうので確認もできますので、こういった形で計測してくれるスマートバンドとなっております。で、計測に関しては、スマートウォッチのこちら上にフリックすると、いろんなね、メニューアイコンが出てくるんですが、この中で、まあ、例えば心拍数とか確認をしたり、まあ、詳細なデータもね、このスマートバンドだけで確認できますので、スマホをわざわざ開かなくても OK になってます。あとはワークアウト。ここがね、すごく種類が多いんですけど、110種類以上のスポーツモードというのを備えてますので、その中で、まあ、私屋外サイクリングをよく使うんですが、まあ、こういったサイクリングとかランニング、あとは縄跳びとかね、スイミングとかそういった項目も入ってるので、本当に様々なスポーツのトラッキングができるスマートバンドになってるんですね。で、昨日走ってきた自転車のその距離ですね、約40キロほど走ってきたんですけれども、こちらの時間とかね、どれぐらいのエネルギーを消費してるのかとか、こういったものも事細かに出ますし、まあ、あとはそれぞれね、この速度ですね、ラップタイムみたいなものも細かく計測されるので、こういったところも面白く確認できます。まあ、これがね、正確かどうかはね、他の端末と合わせてみると、ちょっとま、微妙にどっちが正解なのかわかんないところはあるんですけど、まあ、ただこのスマートバンドだけで計測した場合には、自分のペースなんかね、配分なんかもよくわかりますし、非常に細かいデータが取れるようになっております。で、こちらのシャオミのスマートバンド。バッテリー持ちとか気になる方いらっしゃいますよね。どうしてもスマートウォッチっていう考え方で行くと、2日しか持たないとかそういったものも多いので、スマートバンドどうなんだろうなっていう方いらっしゃると思うんですけど、公式の方では、一応通常の使い方で約12日持つというふうに言われていて、で、私が実際使ったところ、1週間ぐらいで充電したので、まあ、7日、8日ぐらいかなっていう感覚でした。まあ、私のそのロードバイクとか合わせた使い方なんですけど。そうそう、あと GPS ね、搭載してるので、こう、スマートフォンを持ち出さなくても、ランニングとかにするときってスマートフォン邪魔じゃないですか。ランニングするときにスマートフォンなくても GPS 搭載なので、このスマートバンドだけで走っても、その走行記録、データは残すことができます。そこもね、いいポイントですよね。あとは、5気圧防水ということで、水泳をされる方もつけたまま泳いで大丈夫です。まあ、計測のね、ワークアウトの項目にスイミングも入ってますので、もちろん安心して、水泳でもお使いいただけます。あと私の場合は、これ、アレクサともね、今連動してるんですよ。なので、はい、今日の天気を教えて。はい、こんな感じで、天気などを聞いたりとか、あとは場所とかを聞いても答えてくれたかな。音声をね、出してくれるわけではないんですけど、この文面の方で、アレクサに対しての質問を回答してくれるっていう機能も持っております。まあ、ちょっとこれアレクサとね、紐付けする必要はあるんですけれども、スマートフォンの方で。あと、こちらスマートバンドが気に入ってる部分で、アプリの方なんですが、接続アプリでヘルスケア、iPhone のヘルスケアですね。とか、あとは、ロードバイクやってる方よく使われる、このストラバですね。こちらも接続することができるので、まあ、こういった連携性があるってところもいいポイントになってると思います。まあ、ただ、このデバイスですね、シャオミのスマートバンドをストラバと直接つなげることはできないので、そこはちょっと別物と思ってください。あくまでアプリ連携するだけです。はい、といったところで簡単ではありますが、まとめますと、今回のこの
シャオミのスマートバンド、セブンプロ。1週間ちょっと使ってみて気に入ったポイントとしては、画面がともかく見やすい。それでいて、バッテリーがロングバッテリー、1週間以上ね、使い続けることができる。だからもうつけっぱなしで計測すれば、心拍数とか睡眠とかを継続的にね、記録できるので、そういうところがいいと思います。あと価格です。価格がかなり使えるスマートバンド。データもね、いろいろ取ってくれるし、品質もいいもの。有機EL ディスプレイも採用してる。なのに価格が14,000円ほどなんですよ。まあ、ちょっと変動はあるかもしれないんですけど、そのぐらいの価格でこれだけ高品質なものが買えてしまうっていうのはすごいお得だと思います。あとこの動画が公開されてから1週間ぐらいかな、有効期限ってあるんですけど、クーポンコードも発行されてますので、ぜひスマートバンドをちょっと欲しかったなって方がいたら、シャオミのこのスマートバンド7 Pro、非常にコスパのいいモデルになってますので、私の概要欄にあるクーポンコードを利用して、ご購入いただければと思います。非常にお得にご購入できるクーポンコードとなっております。まあ私自身かなり使い勝手がよく気に入ってるので、まあ本当はね、このシャオミのスマートバンドプロ7は、私左手につける予定だったんですよ。左手にしばらくつけていて、右手には別のスマートウォッチつけて生活してたんですけど、片方のね、スマートウォッチがどっか家の中でなくなっちゃって、探してる状態でございます。まあ、その体制でおそらく、2つのスマートウォッチをつけて、今後はね、生活するんかなっていう感じなんですけど、はい、それぐらい気に入った商品なので、ぜひ、皆様も、商品のチェックしていただければ嬉しいです。今回は、10月21日発表されたばかりのスマートウォッチ、シャオミのスマートバンド7 Pro、実際使ってみての感想をお話しさせていただきました。普段からいろいろなガジェット、あとはカメラの話、ゲームの話をやってるチャンネルですので、趣味興味がある方はぜひ高評価、チャンネル登録お願いいたします。ではまた別の動画で、バイバイ。あ、そう、充電方法を伝えるの忘れましたね。充電方法なんですけれども、専用の端子、こちら付属品で USB のケーブルが入ってるんですけれども、これはね、ちょっと微妙なんですよね。ちょっと最後に微妙なとこ言うのもあれなんですけど、要は、まあ、こういったデバイスってよくありがちなんですが、専用端子なんですよ、ケーブルが。なので、まあね、これマグネットでこうくっついてくれるので、非常に使い勝手は悪くないんですよ、このケーブル。ね、これで充電できちゃうから。まあなんですけど、やっぱり、なんか他のデバイスと共通の充電方法が望ましいですよね。楽に充電するんだったら。これだけね、ちょっと気になったというか、うん、まあまあ、これありがちなんですけどね、スマートバンド、スマートウォッチは。はい、というところぐらいです。まあただ、一回充電すればね、もう動画本編でも言いましたけど、一週間ほどはそのまま使えますので、まあ安心して使えるウェアブルデバイスだと思います。